はい、今回のスタート地点はですね、串木野駅のですね、を出たところですね。今日はですね、2023年4月の3日です。時刻はね、4時54分。いい天気でしたよ。昨日、今日がね、いや、昨日、今日じゃね、今日は月曜日なんですけど、昨日、おととい、2日間、土日が鹿児島は、あちこちで花火大会じゃない、花火見学が、のピークだったんじゃないですかね。で、鹿児島市のですね、甲突川っていうのがあるんですけど、そこのね、満開日はですね、まあ1週間ぐらい前の、あれですけども、ニュースですけども、見たんだけど、今日か明日ぐらい見たい。ですから桜のほら開花時期っていうのは大体満開から散るまでにもう1週間4、5日っていいですかね。だから来週の土日だと、まあ、天気がどうかは分からないけども、もう桜は散ってる、葉桜になってると思うんですけどもね。どうなんでしょうね。こっちはあれですね、今日ね、朝の午前中のうちはですね、反対から来たんですよ。ずっと3号線をですね来たけど、桜自体がですねあんまりなかった。この3号線沿いはですね。だけどあちこちで桜並木を見ましたよ。見たけど、いわゆる桜吹雪にはですね遭遇しなかった。ですから明日以降でしょうね。楽しみですよ。皆さんはあれですか、お腹すきません？いや、今4時56分だったけど、なんでかというとですね、私がお腹すいたって腹が減ったんです。ほんで2時20分ぐらいかな、出水市でですねパンを買って、それのですね一つあんパン、小さなあんパン系、あんパンじゃないけど小さなパンのですね卵パンっていうやつをですね5個入りのを買ったんですよ。ほんで今 さっき助手席をピッて見たらですね、一つ残ってるのが見えたもんですからね。妙なもんですよね。それまではこう別に何も思わないのに、そこに食べ物があると分かった瞬間に腹がグーっていうような感じですね。いただきます。まあ、このおまかせテレビのリスナーさんの中で正座をしたり、椅子にきちんと姿勢を正して見てる方はいらっしゃらないと思うんですけど、私の方はね、リスナーさんにね、そういうイメージを持ってたんですよ。だけどね、自分があんまりドライブ動画は見ないんですけど、ビデオ撮影に関する動画なんか見るときはですね、飲み物を飲みながらですね、あ、そう？と、向こうに突っ込みを入れながら、あ、そうなの？とか、へえ、知らんかった、へえ、そいで？とかいう突っ込みを入れながら見るんですよね。だからこれからですね、いきなりなんか食べたりして、いきなり飲んだりしたりですね、そっちの方しますからね。で、今日ちょっとそれを試してみたんですよ。いいですよ、それが。だから皆さんも遠慮なく、あ、さっき飲んだりですか。それならなおでいいです。なおかつですね、なおかつというか、なおさらですね。20分ぐらい間隔を置いて、今この最後の一つ食べるんですけど、
やっぱりですね、間隔を空けると、またあれですね、連続で食べるよりかは、味が一旦、ご飯さんで願いましてはっていうわけじゃないんだけども、なんかリセットされてですよ。次のパンも、なんか、おお、久しぶりっていう感じがします。美味しいですよ。だけど、小学の低学年期、あの頃に絵日記っていうのがあったんですけどもね、夏休みなんかに。それに書くぐらいの味じゃない。普通の味。普通の味だけど、パンじゃない味ですね。あ、美味しい。ごめんなさい。美味しい。普通のパンとは全然違いますよ。菓子パン的なのかな。直径はね、6センチぐらいですよ。これが5個入ってですね、いくらだったっけ。出た赤信号であれをレシート見てみますからね。あの西日が眩しくはないけど、あれです、肌に当たるとですね、やわ肌ですよ、やわ肌、やわ肌に当たるとですね、あ、今気持ちがいい。20分ぐらい前はですね、なんかね、熱電源をこう当てられたような感じでね、熱くはないんだけど、なんて言えばいけ、要するにその表現はあれだけど、アイロンじゃないな、アイロンじゃないな、要するに熱が来るんですよ。その勢いを感じない、あれ、勢いを感じない熱。なんて言えばいいですかね。すみません。だんだんこのあれを、語彙って言うんですかね。言葉のあれをね、増やしますからね。これはね、なんかメモ用紙に書いて、なんかの時にこれを言おうというレベルじゃなくてね、自分でその時に、こう、迷った時のあれをこう、書き出すんじゃなくて、スマホとかパソコンで調べるんですよ。類語辞典、同意語類語辞典ですかね。あれね、いいですよ。昔はですね、15年ぐらい前、ちょっと小説の勉強しようと思ってですね、で文章力ですよ。文章力というよりも語彙、言葉の同意語ですよ。要するにですね、一番分かるのが美味しいっていうのをどういう表現で あなたは伝えますかみたいなのがあってですよ。美味しい、もう それで終わりですもんね。美味しい、小さい頃はほっぺたが落ちそうとかですよ。で、そういう言葉があるんですけど、その本当知らないんですよ、言葉をですね。美味しいって、こうやって美味しいもどうですか、要するに美味しい話の美味しいもあるし、それから味噌汁の美味しさもあるし、それから今まで食べたことがない美味しさ、それから他の人に教えたくないようなあれ、それか、一番親しい人にだけしか美味しく教えたくないような、いや一番親しい人にすぐ教えたくなるようなとかあるんですけどもね。だけどそれを違う言葉でっていう時に、
小説とかですよ、そういうの中からですね、書き出してじゃないですね、こう見て、それをですね、あのワープロに、打ち込んでですね、で A4 とか B5 ですね、 B5 か、それにファイルっていうんですかね、要するにそれにこう入れて、B5 のですよ、あれは何だっけ、4センチぐらいの、あと何ですか、ルーズリーフってあるでしょ、ルーズリーフ、あれの4センチぐらいのこう B5 を、あ、話が変わるけど、右の方にあの麦畑が黄色くなったところと青くなったところ、今日ですね、反対側から来た時にその話をしたけど、夕日がちょうど斜めから差してるところのこの田園風景って良かったですよ。だったらあれをちょっと行ってみようかな。ああ、そう、もうその話をしましょうね。そしてですね、それをね、だから何ページあるのっけ、50枚ですか、70枚け、100円ショップでルーズリーフの用紙だけをこう売ってるんですけど、それのね、3冊か4冊分ぐらいびっしりですよ。自分が覚えたいやつをですね、印字してたんですよね。全然覚えられない。もう全然覚えられないんですよ。ほんで、もうそれこそ2月ぐらい前ですね。ちょっともうだんだんほら整理整頓せんないかんですからよ。どうしようかな。ちょっとここを右行きますね。このね、交差点を右に行きます。この前ね、この横を通ったんですよ。あれのこの春の風景っていう感じで、今日はですね、そこちょっと逆光だけど、麦畑ですよ、麦畑。いや、麦畑全体があるんじゃなくて、あ、逆光だな。麦畑全体じゃなくてですね、ところどころに、あ、ここは違う、向こうに行かん、この前今ほら青信号でトラックがいますよ、どっかあの辺からね、右、あ、いい、ここで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 いい、信号でいいんだ、逆光でも綺麗かも。そして帰りにこっちに戻ってきます。そしたら順光でも映るわけだ。あ、いいですよ、いいですよ。ここね、この前こう行ってね、あ、逆光は逆光でいいですね。逆光は逆光でいい。そしてできればもうこの前とはちょっとコースは違うけど、ここをです、あ、ここだったらこの道を引っ返してもいいわけか。だけどこのここを右に行ければ最高なんですけどね。ここを行けるけ、お、行ける行ける、行けますよ。ほらほらほら、これでも違うでしょう。これは順光じゃないんだけど、順光じゃないんだけども、これでも感じが違うでしょう。まあね、あれがなんかバッテリーが、いや、バッテリーじゃなくてあれがね、あんまりないんだけど、あれがあんまり、あれ、記録媒体としてのあれがね、ここを左に行けない、行け、あ、行けない、いや、ちょっと怖い、あ、行けるか、行けたですね、行けましたけど、ここ行きます、こっちの方が広そう。いや、なんか書いてある、徐行って書いてあるのか。こっから右行きますからね。それじゃね、ちょっとね、あ、レンゲ畑だ、ほら左レンゲ畑、
右麦畑ほんでどっかからかですね、引っ返してきましょうかね。それが今自転車が2台行ったでしょう。あれのね、向こうにね、右に行く道があるとですね、最高なんですけどね。ナイキあれよあれよあれよ、あったあったありましただよ。ここちょっと短いけど、こっち行ってみましょうかね。行きますよね、ここね、道ですよ。あ、道です、道です。あら、だけどあれがない、麦畑がございませんがよ一人ではしゃいでますけど、まあいいか。あ、レンゲがほら、レンゲがありますけど、こっちから見るとですね、うねって言うんですかね、麦畑のうねがですね、ちょっとまさめと炒めっていう感じで言うと、それでね、なんかちょっとね、違う。ここは、ちょっと待ってくださいよ。ここは、いやいや、ちょっと危ない。もう左行きます。あまり深追いをするとですね、鹿児島では、ホケトッコンって言いますけど、ああ、ほら、レンゲ畑が正面に見えてきた。これですよ、ほらほら、レンゲ畑が正面。この動画は撮れませんでしたもんね。もうちょっと、レンゲ畑、もうちょっとあれも、あれしてるけど、この逆にね、このスカンポって言うんですが、田んぼのほら、横にあるでしょう。これがね、逆光で浮いて見える。逆光に浮いて見えますよ。なんかすいませんね、一人ではしゃいでるみたいだけど、ちょっとね、ちょっと逆光暗すぎますね。おて、もう一回左行きます。左に行って、広い道をですね、話変わりますけど、気のせいかですね、声の通りが良くなったような気がする。鼻声がですよ、鼻声はまだありますけど、興奮するとほら、どうしてもあれが、音がオクターブが高くなるじゃないですか。あ、こっからも綺麗、ほら、こっからも綺麗。ここです、ここです、ここです、ここでいいんじゃないっけ。ここを行くと麦畑の向こうにこう、ずっと麦畑がほら並んです、向こうにこうですね。まあちょっとね、イメージとはちょっと違うけど、でも上等ですよ。はしゃぎすぎだけどですね、やっぱりあれかもしれません、はしゃぐことが発声練習になってるのかもしれない。いやー、いいですよ。北海道のずっと一面続くあれとは違うけどもね、いい。ほいで、しかもほら、右の方に、前方の右、あれがレンゲ畑がありますしね。ほいで、向こうをまた車が走ってるっていうのもいいですね。ほら、レンゲ畑レンゲ畑って、すいませんね、小学生に言うみたいな感じだけども、だけど嬉しいですよ。ちょうどまあこの輪立ちの真ん中と、あっちはクローバーですかね、あれがあるし。はい、ということでですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。